私はやってないけど、それは正しくない者とは徹底的に戦う。正しくない者とは妥協しない。それは私はやってない。やめてください。やめてください。俺たちでもうやらやったんだ。俺は危ない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 。この美しい世界は広だ。この無臭の世界が私はやってない。午前9時45分山梨県上九一色村所在オウム教団施設第6サティアン内でオウム真理教教祖朝原祥子こと松本千鶴40歳を殺人罪及び殺人未遂罪で逮捕いたしました。午前無明の闇を越えて超越人力だ。真理教真理教オーム真理教真理教真理教そそ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 しそそ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 しそ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 そそそそそそそしそそ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 しそしそしそし朝原尊師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 光を放ち一人立ち向かう救済者の要石それが尊師。今世紀末のキリスト朝原尊師は一時はほふられたものの大勢の弟子を引き連れて最後の戦いに勝利する。そしてその時が来たのである。日本でただ一人の最終下脱者朝原祥子は今人類の救済のために立ち上がった。人々を病苦から解放しこの世に幸福をもたらし、そして全ての魂を永遠の楽園であるマハーヤーナへと導くため、朝原祥子は真理の法を説き続ける。